エンチャントは向かいのここ。あ、大立ち忘れた。大立ち、ここもウェイポイントか。もうこの間の移動でさえめんどくさい。エンチャントと綴りは合ってるか知らない。これな、せっかくだからこの辺しまっとくか全部。でエンチャントにテレポート、でこれをエンチャしますと。さあレベル30、何かいいの来い。ほい、王たち、おノックバックにドロップ増加3、貴族性に、うん、いらねえ。うーん、攻撃力アップ欲しかったな。でね、なんかこれでなんか妖刀化したらしくて、なんかこれを使うとなんか特殊な能力が使えるとか使えないとかよくわかんないけど、まあ、その辺はなんかまた後で詳しく見るとしてよ。次タバコ行きましょう。もう入れてからどんだけ経ってんだって話ですけど、とりあえずタバコ行きましょう。で確かサトウキビが、待って、倉庫だな。サトウキビが16個で、これで作れる紙が3個と15ね。で確かここにも3個あるんで、これ金が13、紙で囲む。そうすると苗木購入申し込み書、これができます。これを右クリックするとポンとタバコの苗がゲットできると。1個につき4つなんだね。ってことはこれタバコの苗が16個手に入ると。いいっすね。でそれせっかくだからタバコ畑はもういいスペースがあんだよ。うちにはな、こんなタバコが手に入ることもあろうかと、こういう庭が用意されております。ここに庭こうぶっ壊れてんじゃねえかよ仕方ねえ、直そう。せっかくだから見栄えよく、もう硬質鋼とかで作ったろうかな。レンガ、タバコ畑だけは守るという勢いでレンガを使います。とっておきの匠式硬質。うわうわ、来た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 、早速こいつ破壊しに来た。うわうわ、ガラス匠、ガラス、ちょもう寝よう一回あとこれシフト押すとロックオンされちゃうの、ほんとやだ。帰れねえかな、コンフィグとかでいい感じに。よいしょ、あダメだ、寝れねえ。となると一回ブレイズでいいや。あ、ブレイズ匠もこれ空飛べる、いいね。お前飛ばすのそんな待って、これかっけえな。これ刀を持ったブレイズ匠、ちょお前なんでそんな、お前ファイヤーチャージ飛ばすんだお前。もしこのファイヤーチャージって当たり判定あるの？やっぱファイヤーチャージで攻撃できてる。これなんだこれなんかすげえ能力手に入れてしまった俺、すげえ。まあいいや、これ多分相当、わわ、またなんかいる。寝台匠、ベッドを的確に壊してくるみたいな。雲じゃない、雲じゃない、間違えた。でだ、雲じゃねえって。うわ、なんで俺水流したでもなんかぐっちゃぐちゃなんだけど、ちょっと入る、寝る、まだいんの、誰だよ。じゃこれなんか耐久値減るの早っ、こいつかよ。まずい、もうやだ、もうとりあえずここで寝るか今日はなんだこれ、あれか、寝台匠ってない、ベッドだけは守ってあげるよっていう、そういうむしろ優しいやつなの。オッケー、よし散々だなちゃんとしたこれも、まあいいや、これも味があっていいだろう。このまま行こうこのまま行こうぜ。ここをタバコ畑にして、でちょっと改築しよう。改築、まずこの柵をすべてレンガに変えるボロ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 すぎ、わろた。まあ、苗を植えような、苗を。あ、なくなっちゃった少な、まあいいや、もうこれでいいや。ということで、タバコ畑、できました。でもこれ早速あれだな、コップンとかで育っちゃうか。待ってよ、まず倉庫に移動で、骨とで、これコップン作って、ちょっと欲しいよね、1個ぐらいタバコ。あれそうだ、ハサミ必要なんだ、これハサミが必要なんだよ。でこれをで、ハサミでしょ、ちゃんとした
寝床を作りたい。もう拠点もクソもねえから寝床作ろう。寝床やっぱ高いところがいいよな。待って、いや、まあいいや、それはまあ後でいいや。これを刈り取ると、でこれでタバコの灰1個ゲット。これをどんどん量産したいけど、まあコップにも限りがあるので、まあできるだけ、よし、全部で3個。まあ試しにってのも含めて、これで1回タバコ作っていきたいと思います。でもどうしようかな、もうかまどもなくなっちゃったしな。なんもねえや。なんもねえや。じゃどうしようかな、寝床作ろう。寝床、まあ、ベッド壊しちゃって一回、でここで、でここに水を入れる。そうすることで、じゃあ紹介しましょう。俺の寝床、こんなに高いところに ありまして、まず、夜になったらここに飛んでいって、ここで寝ます。あ、ここにウェイポ設置するのもいいな。ここにちょっとウェイポ設置するか。でまずウェイポを設置して、夜になったらまずここに、テレポートしてここで寝ます。で朝起きたら、俺おはようございますっつって人間のままこのようにダイブ、そしてここにポチャーンと言っておはようございますと。これいいでしょう、これなかなかいいんじゃないの。よし、これでいくわ。であれだね、タバコ、タバコ、ちょっとタバコを作ろう。そうだな、かまど部屋作ろう、どこかに。よいしょ、なんかだんだん爆破されて直すごとにこの村がなんか改変されていくな。この氷とかだんだん多分すげ、最終的にすげえことになりそう、この村が。よし、でかまど部屋どこにしようかな、まあ、倉庫はここなんで、まあ、ここでいいかな。かまど部屋、ここに大量にかまどを並べたいと思います。まあ、とりあえず作業台はね便利なんで、一応いろんなとこに置いておきたいなと。で、これいいでしょう。よいしょ。で、いいんじゃないか？こう、もう一段欲しいな、これ。もう一段欲しいわ。ちょっともう一段作ろう。で、これで、こう、間違えた。こう、こう、あ、ここ、こことかも、この斜め意味ねえって今気づいたわ。斜め意味ねえわ、これ怖そう。でこうよ、どうこれ。すげえ、なんか息が詰まりそう。やべえなここ。まあ、いや、かまど部屋完成いたしました。拍手。普通にここにすればよかった、普通に。見栄えもいいし、ここにすればよかったわ。よし、でタバコとタバコ、そう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 、すげえなんか脱線しまくってたな今。でまずタバコの作り方っていうのが、でとりあえずこれを焼きます。あ、それ紙も、紙がたくさん必要なんだわ、そういえば。あ、もう早速夜になってきたんで寝ましょうか一回。寝ましょうか、寝床にテレポート、怖っこれ。で人間に毛布する、いいね、毎朝このこれで絶対目覚めるよな。で寝ます。で行きまーす。ゴー。よいしょー。楽しいぞこれ、いいな。しかもなんかエンチャントの前に水があるって、なんかドラクエ2のなんか宝物庫の前にビリビリの電撃のバリアが張られてるみたいな、そういうなんか思いも彷彿とさせていいんじゃないか。よいしょ、できてた。タバコ3つ。で、まあ、とりあえず紙を作ると。紙をな。で、タバコと、あ、それ、これでまず一回崩すんだ。一回崩して、で、これでどうやるんだっけ？こうか。あ？あ、そうそう、これでタバコができるんだ。で、これになんかポーションの効果を付与したい。どうしよっかな。何のタバコにしようかな。タイガ爆発、爆発は爆発耐性じゃないんだよな。呼吸、再生、速度、跳躍。まあ、再生かな、とりあえず。これにリンゴを加えるのか。リンゴ、あ、リンゴか。リンゴって結構きつくねえか。リンゴ。きついな、なかなか。あー、リンゴ、リンゴ。あ、3つあるんだ。へー。で、この粉砕したタバコの葉に、
まあ、まずリンゴを加える。そうするとこの粉砕したタバコのカッコ再生ができると。で、すげえ3つでぴったりじゃねえかよ、さすが俺。で、これにこの紙を加えてタバコと